物理準備室。テンテリリンテンテリリリリンテンテンテリリンテンテリリリリって。ヤーシン、小鳥を見かけなかったか？見かけませんでしたよ。すいません。ごめん。普通に喋ろうとしたら、なんかどうやって実況入ろうかなと思って、ドラえもんのなんか雰囲気を出そうとしてたんですよ。そうしたらなんか咳込んじまった。今日も普通に投稿してきましたが、何か用ですか？うん。小鳥に先日のフラクシナスでの検査の結果を教える約束をしていたのだが、すっかり忘れているらしくてね。次のスケジュールも詰まっているし、早く渡さなければいけないのだが。どうせ待ってればレンネさんのところに行くんじゃないですか？それもそうだね。来てから渡せばいいだけの話か。では私は失礼するよ。ああ、はい、お疲れ様です。行っちゃった。これなんでね。あー、分かった。俺がスロースタートだからね。そう、今アニメやってますけど、スロースタートだからゆっくりこう温めていけよっていうあれだね。あ、そういうことだ。では廊下行きましょうか。廊下で OK？ え、違う、踊り場。たまちゃん先生も行こう。これもね、スロースタートのあれですからね。尻上がりですか、くんひろ。尻上がりね。あ、すいません。あれ、先生。あ、写真が。写真？俺拾います。あ、触っちゃダメです。なんか意味深。え、自分で拾いますから。何の写真だそれは。それもしかしてお見合い写真？違いますよ。顔がガチじゃねえか。でも清掃の男性の写真ばっかだし、正直バレバレなんですけど。秘密ですよ。いいですね。別にお見合い恥ずかしいことじゃねえよな。まあ最近ではなかなかないけど、昔では、ね、定番だったな。知らねえけど。知らねえけど。根拠はね。それはくんひろスタイル。では廊下行こう。これがね、うん。こっから俺、もう全開だから。エンジン全開だから。なんか学校赤くね？すげえ赤いんだけど。折り紙、まだ学校に残ってないかな。さっきは逃げちゃったけど、やっぱまずいよな。折り紙とちゃんとしたデートするには、どうしたらいいんだ。確かに今思ったらちゃんとしたデートしてねえな。なんかどっかに連れ込まれそうになったりとか、キスされそうになったりだとか、なんかいろいろね。あれ？まだ誰か残ってるみたいだ。お、下からひょっこり出てきたね。折り紙、まだ残ってたのか。シロ、忘れ物？いや、そういうわけじゃないんだけど、その折り紙も探し、で、折り紙こそここで何してんだ？別に。なんで俺の机の横にしゃがんでたんだ？急にめまいがした。なんか椅子が濡れてる気がするんだが。ちょっと待って、折り紙、お前まさか。ピチャピチャ。今は6月、湿度が高い。どうやら折り紙さんの湿度も高いようですね。湿気が高いようですね。そういうもんなのか、女の子って。そういうものらしいよ。6月は湿気が高くなるらしい、女の子の体の。そうか。ん？なあ折り紙、これからちょっと時間あるかな？構わない。いや、まだ何も言ってないんだけど。私に頼み事をしに来たのではないの？ Yes, I do。 要件は？ちょうど今なら誰もいない。誰かいてもいいんだよ。え？でも優しくして。この子勘違いしてる。おー、ちょっと待って、折り紙近い近い、とてつもなく近い。何か誤解してないか？私としたことが。やらないか？ようやく分かってくれたか。え？終わらねえよな、まだまだ。こっからですか？夕暮れバージョン。おい、ちょ待って、今思ったら意外といい足してんな。もうちょっとでパンティー見えんだけどな。うわ、スケスケゴーグルくんが欲しい。スケスケゴーグルくんが分からない人、ぜひトラブルダークネス、トゥルブリセスを実況見てください。スケスケゴーグルマジ神アイテムだからね。ちょっと待って、またやるんかお前。どうしたの？広告がつかねえんだよそれじゃあよ。マジで頼むぜ。ああ、完全にこっちのセリフ。指導の意図を察せなくて申し訳なく思っている。でも今度は大丈夫。何も問題はない。いや、問題ありますからね。おっと、これはまずい、これはまずい、これ予想外。待ってください、本当に待ってください。いや、ちょっと待って、
そういう、あのね、これはまずいですよ。これはモザイク案件。ちょっと待って、これ、おし、もう、早々に行こう。あ、みんな、話はごめん。早々に行こう。いや、動くな。いや、もう動いていい。服着ろ。着なさい。もう動いていいから。うん、頼む。服着てくれ。そう。頼む。マジ頼む。よし。はぁ、あ。大丈夫だろ、これぐらいなら。これぐらいなら大丈夫だろ。ちょっと。お、びっくりしたよ、今、おい。何があった今。今年一番、事件だなこれ。ちょっと待って。おい、事件だぞ、おい。こんなことかって、デート。あ、何話が。指導と。もう話が入ってこねえ、頭に。え？いや、だってエロゲよりよっぽどエロくなかった今。リプキスよりよっぽどエロかったよな。おい、デートアライブ、これ。まさかの、やらかしゲームか。ちょっと。断る理由などあるはずがない。見せられないよ、つけとかなかな、これ。そうか、よかった。ならどっか行きたい場所とかあるか。特に、うん、そりゃそうか。いきなりそんなこと言われてもパッとは思い出てこないよな。あえて言うならここ。ここ、あ、いただきか。指導と一緒ならどこでもいい。お、指導と二人きりならそれはもうデートだから。なんかすげえいいこと言ってくれるじゃん。そうだな、本当にここでいいのかな。まあ折り紙はいいって言ってるんだからいいか。どうしたの。あ、落ち着かない様子。そりゃさっきのやつ見たらもう落ち着かねえよ俺は。あれリアルでやってたらマジもう大暴走だよ、大暴走。先ほどの続きがしたいのならすぐにでも。だってもう見えてましたでしょあれ。リアル指導さんはもう見えてましたよ。ライチが、立派なライチが見えてましたでしょねえ。いやお前は、俺は折り紙とゆっくり話ができたらそれでいいんだよ。天狗氏がこんな状況なのに、そんな、あ、もうダメだ、俺興奮してる今。こんな状況って、こんな状況ってもうこんなんだよ。あ、シロ、やばい、ついパニックって口が滑った。どういう意味。その、言わないのなら体に聞く。すいません言います。そう、なんで残念そうなんだよ。別に、あんまり情報を拡散するのは良くないんだろうが、もう言い逃れできそうにない。適当なことを言っても見抜かれそうだし仕方ないか。実はな、今天狗氏が大変なことになってんだ。巻き込まれてるらしいんだ。詳しく。いや、俺も詳しくは知らないっていうか、まだ誰も知らないって言った方がいいのかな。あれ、俺これ天狗氏で、あれ読み方、ちょっと待って、漢字の読み方がもう分かんなくなっちゃった。やーべ、ちょっともう本当に今ので頭真っ白になったね。うん、完全に。わかる？頭真っ白になってるのみんなに伝わってる？これ読み方なんだっけ？天宮氏？あれ天狗氏？まあいいや、もうどっちもいいや。今日だけ勘弁してくれわ。街全体に結界みたいなものが貼られているらしい。結界？ああ、それのせいか、トウカたち精霊の力が不安定になってて、いつ暴走するかわからない。精霊が暴走？ああ、まだ原因がよくわかってないんだけど、結構やばい状況ってことだけは確かだ。にわかには信じられない。そんな連絡は入ってない。そうだよな。シド、どうして私をデートに誘ったの。え、それは折り紙のことも心配だったから。私が。お前だって今立場が微妙だろ。ん、その AST をやめさせられるかもしれないんだろ。わからない、まだ。そっか、処分が保留になっているのは今の指導の話が関係しているかもしれない。ああ、そうなの。それだけ大きいレイハを AST が見逃すはずがない。おそらくその対策に追われているせい、パニックを防ぐために情報開示せずに問題を未然に解決しようとしているのかもしれない。なるほどね。ああ、同じこと言ってるわ。あれだけの規律違反を犯した私が自宅謹慎を解かれ、正式な処分も保留にされた。それは私も疑問だった。まだ基地への出入りは自由ではないけれど、リアライザの使用も禁止されてはいない。自重しろと言われただけ。緊急時の人員として確保されている状況と見ることもできる。
それじゃあやっぱり AST でも何か掴んでるってことか。知りたい。それは当然知りたい。トーカたちの暴走が天狗市にある結界と何か関係してるなら解決したいし。そう。うん。情報提供感謝する。おかげで私の置かれている状況が見えてきた。そうか。そりゃよかった。よかった。なんだか少し折り紙がほっとしたみたいだ。話してよかったのかもしれない。いや、ちょっととんでもねえイベントだとこれ。朝もう面倒も飛び出たもん。それじゃあ、はい、キッチン借りるね。あ、はい。すいません、花澤さん。ちょっとさっきまで花澤さんの動画見てたんですよ。ちょっとびっくりしちゃった今。もうダメだ今日。もう終わっていいか。目ん玉飛び出るわ。花沢さん出てきてちょっともうビクッとしちゃうし。なんだこれ。喫水の、ただのビクビクオタクじゃねえかこれじゃあ。あ、飛ばせない。あ、飛ばせない。え？それは言わない約束でしょ。なんで？お隣さんは助け合い。だからね。なんで飛ばせないの今日は。俺にも、凛音の家で手伝えることがあったら遠慮なく言ってくれ。ありがとう、指導。でも、今のところはないかな。確かに。凛音はしっかりしてるしな。いや、てか花園さんは若い。てかさ、声優さんってさ、なんか年を取るたび綺麗になりませんか。俺それすごい思うんだよね。なんか5年前のその声優さんの画像というか、まあ写真とか動画あるじゃん、まあ、それを見てみるとなんかね違うんだよね。まあでもとまっちゃんとかってさ5年前さ22とかじゃん。もうピチピチのギャルの時代じゃん。そんなんね、ギャルってその世の中で言うね。でちょっと雑談投げな、まあ勘弁してくれ。でも今の方が美人というか可愛い美人、女の子、女性の魅力が溢れてるというか。いや、なんだろうね。大器晩成型なのかな、みんな。そうかな。そうだといいよね。そうだといいな。そう、いや、ほんとそうですよ。ちょっと、噛み合ってた？どうした？なんでもないよ。俺と会話してるから。それじゃあすぐ用意しちゃうね。今、俺と会話してたからね、これ。完全に。完全に会話してた、俺と。ああ、俺は鍋の方見ておくな。そっちは任せた。うん。お任せあれ。いや、しかし、キャラのデザインすげえいいな。改めてこう思うわ。あ、まだ今日のおかずは肉じゃがだよ。肉じゃが、じゃが、じゃが。肉じゃが。これはいい匂いだな。いくら、何回飛ばそうとしてんの、俺。でもこれ、同じイベントだよね。肉じゃがイベントあったっけ。みんな揃ったな。それじゃあ、いただきます。で、折り紙がいいのか。うむ、いただきますなのだ。なのだ。おお、いただきまーす。いただきます。なんか今思ったらさ、バーチャル YouTuber もこんな感じだよね、うん、これもしね、ヨシノンとかバーチャル YouTuber いたらどうする、うん、みんな見るよね。俺見るもん、間違いなく。ホクホクしてうまいな、シド。ああ、これぞお袋の味ってやつだ。あれ、初見イベントかな、これ。お袋の味？そう、お袋の味。俺いまいち覚えてないんだよね。ひでえ子供だよ、ほんとにな。懐かしい味みたいな意味かな。ないんだよね、それが。ばあちゃんの味が多いかな。中高はほぼばあちゃんに育てられてたから。そうそう、なんだろうな、安心する味っていうか。うん、なるほどな。では私も料理するときはお袋の味を目指せばよいのだな。あ、トーカが料理。うん、指導、私だって料理くらいできるぞ。クッキーとかはたまに作ったりするし。わあ、確かにそうだな。すまん。あ、トカちゃんおかわりは？すまんリネ、頼む。よう食うね。どういたしまして。あんまり急いでこぼさないようにね。うむ、任せておくのだ。やれやれ。ん？あ、イベント終わりか。あ、自分の部屋に帰ってきて食べ過ぎたかな。リンネの料理は美味しいからついつい多めに食べちゃうんだよな。ああ、まだこれオリジナルっぽいな。ちょっとほろ甘い感じが何とも言えず後を引く感じで体が温まってホッとするというか、ああいうのがお袋の味ってやつなのか。お、ここで折り紙さんかだな。もしもし、指導。ああ、そうだけど一体どうした。指導のことは何でもわかる。あ何の話。今日はありがとう。ああ、うん、こっちこそありがとうな。で、それだけか。他に何かあったんじゃ。特には。いや、そうか。何かないと連絡してはいけない。彼女か。ちょっと
もう彼女か。これ彼女のセリフだよね。いや、んなことないけど。なんか毎日電話したい彼女。でも、あんまり電話したくない彼氏みたいなね。AST と連絡が取れなかった。え、マジか。よほど、立て込んでいるのかも。そうか。やっぱ大変なんだな。話が続かない。何話せばいいんだ。付き合いたてかお前ら。テスト勉強は進んでいる。やべえ、付き合いたてのカップルみたい。なんか俺の妄想だけど、話がこう弾まない、でもちょっとなんか会話したい、じゃあ日常の会話しようみたいな、テスト勉強進んでるみたいな。それがちっとも輪廻か折り紙にでも勉強教えてもらおうかなって思ってたんだ。どうしてその神輪廻の名前が先なの。そこ気にしちゃうよ。もう嫉妬深いね。え、なんでもない。それではまた。怒っちゃったよ、拗ねちゃったよ。マジで彼女だこれ。なんか疑似体験してみたい。いや、それがいいんだよな、このゲームはな。そういう系のゲームは。やらかしちゃったね。うん、やらかしちゃったね。なんか言葉って難しいよな、女って難しいよな。わざわざ AST の情報を教えてるためにかけてきてくれたのかな。あ、そういうことか。あ、折り紙に全部話したこと小鳥に報告してなかった。一応言っておいた方がいいな。一風呂浴びてさっぱりしてから報告に行くか。さあ、お風呂。あー、これなんかまた来そうだぞ。怖いなこれ。お風呂でしょ。今日はゆっくり半身浴でもしてみるかな、かっこフラグ。あれ、風呂場の電気つけっぱなしか。ちょっと待って、もう完全にそれ自分でフラグ立てまくってるじゃないですか。小鳥さん入ってますよそれ。小鳥さん、ほーらマッチョーン。言わんこっちゃない。ちょっとケツプリダン。まだ飛ばせれるのか。ちょっともうこれはいいよ。嫉妬。おおおお、オーマイガー。何ボケーと見てんのよ。あ、いやほら、シャンプーでも切らしてなかったかなと思って。このアホに。すまん、わざとじゃないんだ。覚悟はいいわね。はい、喜んで。待て、話せばか。うん、まったく、あなたはどうしようもないわね。わかった、悪かった。昔は一緒に入ったりしたし、その大したことでも。何か言ったかしら。いやいやいや、あんなパンツ履いてる子がね、あれどう見ても男を誘ってるパンツだからね。島パン、水色しかもね。なんでもない、なんでもない。それよりちょっと聞いてほしいことが。何、話をそらす気。いや、聞いてくれ。実は折り紙にな、あーだこうだあーだこうだしてカクカクしかじかと、うん、SST もどうやら合わせてまともに機能してないことを報告した。指導、口に羽でもついてるの。羽ばたいたな。あなたのその口の軽さには開いた口が塞がらないわよ。まさにマウスとマウス、マウスとバードだな。すまん。まあいいわ、そのおかげで AST の状況も予測できそうだし。そうか。で、そっちは何か掴んだりしてないか。全然よ。天宮市全体から霊力反応があるのは観測できているけど、分かっているのはそこまで。もっと詳しく調べられないか。こっちだってできればやってるわよ。でも本部とも連絡が取れないし、やっぱりフラコシナス単体では正直やりようがね。だけど私たちは何か大きな現象の渦中にいる。おそらくこの異変は天宮市を中心に起こっているわ。今確実に言えるのはこれだけね。なんかこうね、あの10日ルートで結末を知ってるからさ、その原因っていうのはなんとなくわかるんだけど、飛ばせないってことはそのなんていうの、やっぱ話の内容変わってくるのかな。最終的にどうなるんだろうね。そっか。まあとりあえず成功ルートは結婚のウェディングバージョンが全キャラいると思うんだよ。で、まあその失敗バージョンみたいな別あるじゃん。で、それは夢、このなんていうの、大切にしろって言ったじゃないかみたいなこと言われてさ、もっと戻されるじゃん。あれも全部あると思うんだよな。そんな顔するんじゃないの。でも指導の役目は精霊とデートして精神を安定させることよ。そんな顔した男とデートしたら余計暗くなるでしょうが。すまん、そんなひどい顔してたか。まあね、10
飛び市折り紙は精霊ではないけど間接的には重要よ。引き続き彼女もターゲットに入れておきなさい。謎についてはこっちで何とかするから、指導はいつも通りでいること。じゃないとますますまずいことになるわよ。わかった。もしまたあの女から情報が入ったら報告して。あ、はい。ということでちょっと次のパート行きましょうかね。まあ、うん、区切りいいし、いいっしょ。なんかとてつもなく疲れたな。そうだね、なんか今日はね、いろいろあったね。ハプニングあったね。ちょっとね、唯一デアラで広告がついてない、広告がつかないってことは、まあ、割かしやばいことだからね。 YouTube のそのなんていうの、認められなかった動画だから最近ね、あんまないんですよ。でもね、やっぱりね、そのなんていうの、一線が分かってきたというか、 YouTube も俺も、うん、それを超えてはいけないんだなっていうのがやっぱ分かってきたね。まあ、あんまり無茶をしてるとですね、またあのクンヒロがいなくなってしまうのでほどほどにね、ほどほどにモザイクかけていきたいと思います。うん、持ちつ持たれつ